マイネームイズカパさんでございます。よろしくお願いします。今からパックラフトで下っていこうと思います。場所はクチア州からの、ちゃうわ逆や、ナメコからのクチア州でございます。水量は 0.61 です。タウタね、水は冷たいです。雨が降ってのナウから5です。では やったー、クルミの木のところでグーンって右折すんねんけど、ちょっと落ち込みがあります。30センチ40センチぐらいかな。まあいけるね。ああせや、いろいろ取らなあかんな。エディー、あ、それサガー、真ん中行ったらいいよ、真ん中。ここちょっと左寄り、おつーちゃんのラインかな。真ん中に大きい岩があるよね。あれの左側こいで、あの岩の下手 10m 15m 20m ぐらいのところにこういうホールがあるから、それに食われると、ケツ食われるとひっくり返る。でも多分潰れてるかな。よいしょよいしょ、
あーホール逃がしてもだ。いや、いいね、いい感じやね。じゃあどんどん行こう。よいしょ、うん、ここ飛び込みポイントね。よいしょ、一番右やな。あー、行けんのか今日。ちゃうわ、こいでこいで。そうそう、いい感じいい感じ。あ、ここ行けてしまうんやな。それ左な。右行ったら三つ岩に捕まります。よいしょ、そういうことか。わかった。よいしょ。あ、後ろ気付けてな。あ、手ついたらあかん。例えば岩にさ、これぶつかりそうって手つくと、こう手つくと体重こっちによるやん。そしたらこっちの
船の裏側が映るよね、見えるよね。こういう流れの時にこうついたら後ろからの流れで余計傾くねん。それなんやったらもう逆に反対に体重乗せて、もうここからだいぶスルスルやから大丈夫やで。じゃあ一回こっち向ける。ここ、こっちのエディ入ろうか。そこでもいいや。スカーリングって言って真横に船を寄せてあげる。これができると水をこう押さえれんねん。ペターンペターンってシャベルの内側でこう、それを流れの中でできるようになると遠くの水を船を傾けながら脇すごい開けて寄せれるか、じんわり強い力で船の向きを変えれるわ。先週ぶり。マジか。ここでこう水をこう押さえてあげる。こうじゃなくてこうか。そうそう、手首返してあげて。その時は右の脇ガッて開いてあげて、そう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 、あれやな。うん？山椒魚？よいしょ。おお。おお。ああ。こけてもた。まだいた？まだいる？マジでちょっと見に行こう。よいしょよいしょ。山椒魚。
すごい、いた。山椒を発見。よいしょ。かわいい。かわいいなぁ、取れたよ。砂のところにいてんのもかわいそうやな。なんか流されたんやろ。ちょっとめっちゃ泳いだ。よいしょ。ここから、すーちゃん、ここからロープ張って、ターザンで飛び込むねん。これ、ここ、この岩。これに張って。じゃあ、どこって感じやったやん。ここや。
あそこツタ気をつけてね。気持ちいい。ミシッ。めっちゃ傾けて、先週ぶり。マジか。ここでこう水をこう押さえてあげる。こうじゃなくて、こうか。そうそう、手首返してあげて。その時は、右の脇ガッて開いてあげて。そう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 。
めっちゃあるやな。山椒魚よいしょ。おおおあこけてもたまだいた？まだいる？マジでちょっと見に行こう。よいしょよいしょ。山椒魚すごい！いた！山椒魚を発見。よいしょ。かわいい。かわいいなぁ。取れたよ。よいしあのところにいてんのもかわいそうやな。なんか流されたんやろ。めっちゃめっちゃ泳いだ。ここから、すーちゃん、ここからロープ張って、ターザンで飛び込むねん。これ、ここ、この岩。これに張って。じゃあ、どこって感じやったやん。ここや。
あそこ、ツタ気をつけてね。めっちゃ傾けて、
あもうずっと川の中入ってたよ。はあ。はい。気持ちいい。口足湯ゴールイエーイ、いい感じ、イエーイ、よいしょよいしょ、はい、やっさー、オッケー。いえいえ、びっくりするわ。40、イエーくっそ、よいしょ、ちょうど40分かな。はい、以上、ありがとうございました。帰ります。